画面の前の皆様こんにちは、村人Qでございます。本日はデッドバイデイライトパークルーレットサバイバー編の方やっていきたいと思います。早速ねルーレットの方回していきましょう。はい、というわけで、出揃いました。谷を救助した時に救助した人の、足跡が8秒間見えなくなり、なおかつ自分とキラーが相互にオーラをね4秒間確認できるという、ベビーシッター、不祥事の行動速度が上がる逆境魂、カラスを飛ばせなくなる、魂の平穏、ロッカーから飛び出して、キラーをスタンさせる真っ向勝負というわけで、まあなんかよくわからん構成ですが、まあやっていきましょう。なんかよくわからん構成ですがね、やっていきたいと思います。それではゲームの方をご覧ください。どうぞ。さあそれではやっていきましょう。おぞちょというわけで、多分ね純粋にその取れ高とか求めずに脱出したっていう観点で言えば、脱出できたかどうかっていう観点で言えば今回が一番時間かかってますね。マジでねいろいろとね噛み合わなかったりしてまずいんですが、今回フレディですか。一回フレディのこのタイマーが回らないバグっていうのに遭遇しましたね。まあまあそのゲームは割と順調に進んでいってたんだけど、まあ序盤でキラーが苗落ちかな。まあもしかしたらキラーの回線が元からぶっ壊れてたのかもしれない。脱出の5000点は入ってましたからね、謎に。まあまあいいや、回していきましょう。最近なんかフレディ減った気がするんだけど、なんか壊れた。てか魂の平穏つけててもここのカラスは鳴るんだね。あらー、まあでもここ進めるしかないよな。ダイイングライト、ダイイングライトってなんだろうな。オブセッション救助も治療も早いんで、オブセッションに任せましょう。救助治療はとりあえず2台ですね。ダイイングライト1トークの時点で2台つけば、まあまあいい方かな。もうすぐ治療しちゃう。ダメか。ストライクはなし。おっとドリパレ、なんかパレットフレディ、パレットフレディインおぞちょ。なんか追われてる。
ナイス板当て。危ない。あ、すまん、ゆい木村すまん。そこ回らんか。ナイス。オッケー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 。ダイイングレートまだ2トークンだよね。いけるいけるぞ。とりあえず目覚めよう。どんなところに時計を設置してるんだ本当に。もうしてる。ナイス。そこでチェイスしてんのか。ジェフに治療していただきたいんだが。ありがてえ。ここの板本物ね。フレディそこね。うん、ベビーシッターいいね。おっと、攻撃食らったのは誰だ。木村ゆいか。あー、そこ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 にあるわ発電機。イタチが飛び出したと。謎のトーテム系パークですね。今チェイス中なの木村いいか。あの3回目なんだよね。大丈夫大丈夫。おジェフがタゲ取っている。まあ、ダイイングライト12かな、違う9か、 9% の遅延。まあ大したことないねそんなにね。まあそっからイタチが乗っかってくるとね結構きつくなってくるんだけど、イタチとかね恐怖症とか乗っかってくるときつくなってくるんだけど、回しきろ回しきろ。オッケー、ノーワンが怖いな。まず、ノーワンなし。ナイス救助。いい連携だよ、いい連携見せてる。
やばい。やばい。早く開けといてくれたら。うわー、最悪だ。ありがとう、ありがとう、フレディ。ありがとう、ありがとう。いやー、いいゲームができたと。サンクスと解きましょう。そこそこ動けたと思って最後にね、やられてしまって、もうまた次のゲームか。あ、デボアか。デボアだったのか。危なかったね。またやり直しかと思ったらね、逃がしてくれました。はい、というわけでちょっと時間はかかりましたが、なんとかね、うまくね、脱出することができたというわけで、パークルーレットでした。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。